やってまいりました。集まれ動物の森。やっていきたいと思います。さあ、なんか紫の人が歩いてるけどね、カンガルーやね。可愛らしいな。ナスビかな。さあ行きましょう。どんな感じなんですかね。おっと、PM3:09になっております。土曜日ね。いつもだったら僕競馬見てるんですけども、ちょっと今日競馬見ずにね、動物の森実況撮っていきたいと思います。さあ、何これ。タヌキチがなんか来たぞ。はい。今日から毎日島の出来事をお知らせする島内放送を始めさせていただくなもん。はい、了解しました。大会のニュース何でしょう。浮ちゃん飛行場、めちゃめちゃいい名前やな。ようそんないい名前つけれたな。浮ちゃん飛行場ってなんかマジで良すぎん。語呂がいいよね。インターネットやローカル通信でよその島と行き来できる飛行機が就航したんだもの。はい、郵便サービスのカウンター受け入れられるだもの。工場は営業していると。はい、ありがとうございます。なんか島内の放送始まったね。そんなんあるんすね。なんかこれ読み込み長いな。前も思ったけどね、読み込み長いんですよこれ。なんでそんな読み込み長い。カットせなあかんやろそれしたら。はい、よろしくお願いします。メール便来てますね。前回の続きからなんですけどね。さあ、母から来てんな。空見上げ飛行機雲の奇跡、おい思い吐かせるは我が故郷の門で。なんか俺日本語読めてへんな。いやほんまに日本語読めてなせんな。いや難しいな。何しましょうかね。ねちょっと聞いてみようか。あいつに聞いてみましょう。タヌキに聞いて、何していいか聞いてみよう。DIY ワークショップのそのさ、なんか作るのか、何すんの。りょうすけゲームさん、はい。どうもどうも。何すればいい。そう、何すればいいですかね。うん。虫や魚いっぱいいる。はい。はいはいはい、あ了解しました。あ、でも DIY ワークショップも一応見とこうかな。うん。あ、生き物、あ、ワークショップ関係ないんや、今は。今はまず生き物や。はい。おっしゃ。はいはい、じゃあ、虫網と、おそらく虫網とかはね、壊れると思うんで、釣り具もう一個買っときますわ。買い取ってじゃないんですね。なんで買い取ってなんですかね。あ、でも買い取ってでいいんか。あ、違う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 。いい方法思いついた。もう、釣れたよって言ったらいいやん、こいつに。な、もう釣れ、すでに釣っとるから、昨日。生き物見つけたわ。はい。うん、全然見せてあげる。じゃあ、アンチョビットゲームズ。はい。お願いします。袋に詰めてんねんな。はんで、アンチョビ、はいはいはい。アンチョビがいる。あ、結構な種類魚いると。はい。あ、全然預けてるわ。あ、はいはいはい。オッケー。頼むわ。頼むで。で？何くれるん？アプリ。アプリをくれって何くれるんだろうな。さあ、通信行われていくか？さあ、生き物図鑑。すごい。あ、図鑑か。これ集めていくんや。うわ、面白そう。はい、発見したよ。もうすでに発見してるから。うん。生き物見つけたよって、もうすでに釣ってますから。アジとかどう？はい。おお、特徴からするとアジ、そうですね。うん。あ、全然送っちゃっていいよ。うん、なんぼでも釣れるからね。生で取れますから。うん。DIY、そう、作ってみたよね。何これ？作ってみただなを、いや、特に作ってないんですよね。うん、だからどうやって作るかがちょっとわかんないですね。うん。レシピ教えてよ。うん、レシピ、あ、レシピ、はいはいはい。なるほどね。はい、レシピの、くれたね。情報。おのおの取ってこいと。お、はいはいはい。うん。木材があれば幅が広がる。はい、了解しました。ここが DIY ワークショップかな？ほら、DIY するやって。DIY で、あ、ほら、入ってんな。何？しょぼい釣り、あ、しょぼいおのおやな。フクロウの巣箱ある。あの、フクロウさん入れるんや、これで。すげえ。知らんけど、入られんかもしれんけど。石。
木の枝。了解、じゃあこれ集めに行きましょうか、今回ね。石。石なんかありましたっけ？木の枝はね、なんぼでもね、あるんですわ。石言われたらな。どうしようかな。生で海沿い落ち、あ、これ石ちゃうん。あ、石、あ、じゃ岩も拾えるとか。岩は無理やけど、石は拾えんねや。で、木材やな。ってことは、一度、しょぼい釣りだ、しまってしまおう。な。しまってしまって、振り落とそう。あ、確か蜂が落ちてくるとかあったと思うから、すぐ虫網にね、構えるようにしとこう。うん。蜂の巣落ちてくるとかあるだよね、このゲーム。おっと、いいですね。なんでやねん、これ雑草拾うシステムやめてくれへん。別にいらんがな。あの、昔みたいに抜くだけでいいから雑草。勝手にバッグいっぱいなんねんて。さあ、オレンジレンジとかもあるけど、あ、木落ちてんな。んで、あ、もう木いっぱいあるじゃん。あ、これでいったらね。で、これで DIY ワークショップス行きますか。オッケー。これでワークショップス行きます。お願いします。はい。スルリーン。一つ言うとね、この読み込み長いよな。読み込みが長いですね。ちょっとだけ。気持ち読み込み長いよね。もうちょい早かったらいいのにな。DIY しよう。しょぼい斧行きましょうか。作れるって書いてあるしな。はい、お願いします。斧作って何すんやろな。何しましょう。斧作って木切るか。しょぼい斧できた。終わりにしましょう。で、何すんねん。うん。はい。で、そう。この人が頼りやから、今回の。そうやな。虫や魚。うん。あ、まだ全然見せてほしいと。じゃあ、全然見せてあるわ。生き物見つけたよ。ただな、あれなんだよな。イエローパーチ、これ、重複しちゃってるので、もう。重複しちゃってるから、これちょっとあかんのな。あの、新しい生物1個しかない。送ってや。はい。イエローパーチをお預りしなさいね。はい。今回、あ、俺、あ、そんな感じか。どんどん新種の生物与えていくんや、とりあえず。赤いチューリップの球根。地面に植えて。了解、植えてみましょうか。せっかくなんで、ね。生き物を引き続き募集と。はい。わかりました。行ってきます。ということで、虫で蝶々。虫網で蝶々とか。ね、取っていこうか。いきなりベロベロバーとか言ったろうか、ほんま。いや、それは情緒や。情緒不安定。うん。ちょっと蝶々探しに行きましょうか。なんかない、あ、釣りしてもいいもんな、別に。新種の生物を取るっていうやつだから。斧を使ってみる。斧、しょぼい斧、手に持つ。これで、ばっこり切っちゃっていいんかな？もったいないよな。あ、家の周りの木切るの嫌やしな。人んちの木切ろう。うん。この辺行こうや。この人んちの木。あ、なんか落ちる。すごい。何拾った？何拾った？焚き木？木材、硬い木材。あ、ひらりひらりと前へ遊ぶようになんか出てきた。どこ？どこどこどこ？あ、おった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 。よいしょー、来たー。えい。これは？アゲハチョウだー。やったね。あ、カエルがおるな。ザリガニかな？ザリガニかもしれませんね。よっしゃ、行きましょう。ザリガニさん、ピーム。反応が悪そうやな。あんだけ魚影が小さいと魚影って感じやな。よいしょ。反応がほら、魚でかかったらさ、餌に対して反応するんですけど、これ反応悪いのな。虫網でダイレクトで行くわ。よいしょ。結局そういうことやな。反応ない魚も、ダイレクトじゃ、どけ！今取ったやん。なんでやねん。取りましたけどね。なあ、今の判定上ちょっと、ああ、どこ、来た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 来ましたね。しょぼい釣りだ、これ、な、マグロかな、ま、あれかな、あの、おいで動物の森とかで定番のスズキかな。反応悪いな。餌に対して反応がない。おかしない。思った反応良かったはずやで。このゲーム。うわ、間違えたわフェイントにかかってしまった。クソ。こんな簡単な釣りゲームで俺がやられるのか。クソ、もう腹立つな、ちょっと。今のでかかったから絶対釣りたかったんけど、まあ、しゃあない。あの、釣りのやり方忘れたからさ、ごめんごめん。あの、ポチャンって言わなあかんのにさ、いきなりもう来たと思って、勝手にやってしまった。あ、なんかおるな。これまたイエローパーチかな。
しっかり反応しような。これね、静かにした方がいいっす。きた、オッケー。基本的にこれ音でね。おっと、きた。空き缶捨てたあかん。で、この空き缶、あ、よかったね、空き缶釣れて。このゲーム釣りってね、目つぶったはいいのね。音でさ、あれ欲しい。これ、行くわ、鳥。あ、お前何食わぬ顔で逃げんじゃねえよ。ほんと気づいてんだろ、俺が後ろから迫ってることによ。行け、あーもう、無理や。ここまで距離があるもんだ、ほら、ここ。ここに行くまでにさ、ここでこう行けんのかなと思ったら、ほら、まだ距離が、結構ほら、うん、まだと、ここまで行かんと届かへんわ、ほら。うわー、鳥捕まえるの難しいな。あ、じゃあお前捕まえたろ、どけ。失礼しました。怒られんな。じゃあ釣り行きましょうか。ぽい。これも空き缶臭いな、また。サイズが。さあ。はい、オッケー。おっと？棚ごちゃうか、これ。船や、船。船を釣り上げた。そういえばあれやんな。木材ってなんぼ拾ってもいいからさ、これ拾っといた方がいいよね。木。木って見つけ次第拾った方がいいわ。釣り竿また作れるしさ。今気づいた。あれは、あ、モンキチョウ、モンシロチョウと。両方おる。じゃあ、モンシロチョウから行きます。どけ。うわ。オッケー、取った。はい。これは、モンシロチョウですね。で、モンキチョウがね、でも、モンキチョウでも反対サイドやったからな。ほら、向こう側やから届かないんですよね。あ、これ巻き缶臭いけど一応取っておきますか。あ、間違えた。この X と Y 間違えんのな。間違えて Y 押しちゃうからね、雑草どうしても拾ってしまいますね。さあ、上から流し込み、うまい。あー、結構いいラインやったんですけどね。よいしょ。あ、反応した。おー、来た。反応早いな、この馬。馬ちゃうわ。馬じゃない、馬じゃない。競馬のはみすぎや、それは。どこがうまい。反応が早いって言ったからさ、その、ね、競馬で反応が早いって言うじゃないですか。こう、ちょっと促したらすぐ走っていくみたいな。うん、そんな感じで、ちょっと馬と間違えた。いや、さっきのな、その、冒頭で逃したやつが嫌やな、あの、ぼーっとしてた時に。あの時逃した魚がでかすぎたからな、ちょっと悔しいですね。申し訳ないよな、その、あ、なにこれ、メッセージボトラー。流れてきてんね。そうやねんな、やっぱ視聴者の皆様からしたらさ、やっぱどんな魚釣れるのかなと思うのにさ、まさか釣り逃すと思わへんやんか。だから非常に申し訳ないなっていう、そういう気持ちになります。あ、海の魚。アジかな。はい。さあ、おっと、放ったね。さあ、ここは集中ですよ。おっと、ちょっと反応遅れたか。よいしょー。アジ？ほんまにアジだったんか。あ、貝殻、これ、売れるからね。拾っといた方がいいよ。こんなもんかな。あ、貝殻拾って、じゃあ、一回 DIY ワークショップ行きますか。最後、海だけ見て。おっと、あれ、ポケットがいっぱいだ。あ、拾うのやめて。もう一回、ちょっとね、お届け行きましょう。あ、モンキチョウや。モンキチョウは取っといた方がいいですね。うん。おい、まだ持ってないですからね、モンキチョウは。で、持ち物いっぱいだ言うからな。入れ替えなあかんのな。何？雑草と入れ替えるか。おい。うん、雑草は全然、あれ、雑草に戻らへんねや。なんか、こう、塊で置いていくのやめてくれ、これ。なんで塊、ちゃんと植え付けといて、そんな。塊で置かれたらあかんわ、そりゃ。石ころ。え、なんで？石ころもさ、そのさ、このさ、俺が言いたいことわかる？この木の枝ってさ、7とかあるやん。一つとしてカウントされてるんですよね。石ころもさ、あ、いや、石一つとしてカウントしてくれって言おうとしたら、石ころ持ってへんわ。持ってなかったっす。そうや、さっき石ころ使ったんや、俺。じゃあ、許す。あ、あれはでかい。でかいけど持ってるからもういいや。とりあえず行かなきゃ。あ、鳥さん。くそ。行きましょう。DIY ワークショップ行きます。なんで入られへんねん。判定悪いな、判定が。はい、やってもらいました。何でしたっけ？あ、お魚とか渡すね。はい。生き物見つけたよ。はい。アゲハチョウとかいろいろは取ったからね。はい。アゲハチョウ。あ、送ってや、全然。はい。で、
俺なんかくれんのやろ。うん。あ、花植えなあかんねん。はいはいはい。だからあれやろ、ジョウロ作れとか言うんやろ。うん。あ、ジョウロな。はいはいはい。うん。なるほどな。はい、じゃあそのままレンチャンでいきます。生き物見つけたよ。じゃんじゃん見せてあげましょう。船。船渡してないと思うんでね。うん。どんどん送ってや。うん。さあ、反応あったな。電話。はいはい、毎度。ウータさんや。うん。はいはいはい。5匹集まったね。はーい、フータさんやね。あの、博物館の。うん。興味持てたと。何これ。フータ用のテントを設営する。はい。何やねん。なんでフータのテント俺が張らなあかんねん。いらっしゃいませ。買い取ってやな。うん。ちょっといらんもん渡しとこう。イエローパーチ、骨貝、アジ、船。この空き缶も買い取っといて、ついでに。よし。計算。はい。920ベル。まあまあいいでしょうね。序盤での920ベルはでかいはずやから。で、テントやってこい言われたな。了解。テント張る場所探しに行きますわ。博物館とかでしょうね。なんか、近くに建てた方がいいんだな、結局。この辺とか、もう人んちの前建てたろ。テント。これやな。建物同士が近すぎてあかんって。どっかあるかな。上の方。狭いな。狭いっすね、思った以上に。ほら。なんか、家の近くすぎてもなんかね、嫌やから。マップ見るか、マップ。右下のマップ見て。左上やな。左上に、スペースがあるわ。この辺行こうか。ここ無理かな？ここ行ける？邪魔になるな、こんなところに立ててもうたら。邪魔やな。川の釣りの邪魔になるから。ここもちょっと気が散るような、海の釣りに。ここ行こう。関係ないところに立てたろ。うん。ここでいいと思う。ああ、ここもちょっと邪魔やな。ミスったかもしれんな。なんかあの、川釣りの邪魔になりそう。やってもうた。これさ、川の釣り邪魔ならへん、ここ。あ、いけるわ。このスペース通れなかった場合、俺ブチ切れてましたよ、さすがに。うん。このスペースもうな、ほんま埋まったかと思った、今。こうさ、釣りするときってこうやって行くやん。これ行かれんのきついからね、相当。ちょっと配置のセンスなかったかなと思いますけど、まあ、街が狭いんでね。これからじゃ仕方ないかなと思います。なら DIY ワークショップ戻りましょうか。DIY ワークショップへ。どこやったっけな。あ、なんか泣いてんな。カエルみたいなの泣いてんぞ。なんか泣いてる。これか。え？あー、スコップいんのか。まあ、ええわ、行こうぜ。とりあえずワークショップへ。はい、フータのテントあったよと。見つけたよ。マイルの方も順調に。マイル溜まってないんだよな、俺。これ確かなんか、もらえたっけ、マイル。1日1回もらえるよね。あ、80? それしかもらえへんの？それは厳しいな。マイル集めなあかんのか。じゃあ、なんかない？マイルのさ、たぬきマイレージ。あ、これでマイル取んのか。これでほら、マイルプレゼントするってなってるから、生き物図鑑を完成させてほしいだな、もう。そういうこと？釣り名人。あ、でも7って書いてるからさ、あ、じゃあ10匹釣ればいいってことか。で、これもさ、魚図鑑あと6匹釣ればいいってことや。新しい場所で、新しい仲間、共同生活。あ、コミュニケーション。誰かに話しかけろと。寒中ハンター。あと7匹。
種類やんな。あ、でも牛を捕まえた数やから別に種類問われてないな。こっちは種類か。あー、DYY もなんかめっちゃしてんねんやって。うわ。了解。ウッドカッター。あー、切り出したか。すげえ。草むしり。え、どうしようかな。何から行こっか。やること多いな。どうしようどうしよう。虫も、まあ、釣りしながら、そう、釣りしながら、斧もやりたいけど、まあ、釣りしな、基本釣りでいいか。基本釣りでいきます。ちょっと暑いんで、服脱ごう。はい、お待たせしました。服脱ぎましたと。やっぱりね、裸でゲームも別に全然いい季節になってきましたから。さあ、モンチョウチョウ行きましょうか。ほい、モンチョウチョウチャーミングです。ありがとうございます。で、釣り、魚のね、あ、そう、虫と、うん、虫と魚の釣りの数なんで、基本的には、まあ、でも種類ほんま取った方がいいんけどね。なんか同じのしか出てきへんからしゃあないのな。メッセージボトルこれ開けようか。うん、何入ってんのやろ。この前ひらめいた鏡の、お、レシピやんか。レシピ流れ着いた。すげえ。テーブルミラー。覚える、覚える。うん。どうすん？はい。で、消えるんや。へえ。分かってきたぞ。んで、こう。はい。いきますよ。ああ、もう3回目で絶対来るっていう約束じゃないの？くそ、釣りが難しいっすね。やられた。あ、この人に話しかけよう。うん。はい。葉っぱがそのレシピをもらっておくれよ。ありがとう。へぇ。DIY ひらめいた。あ、雑草で作れんねんて。それありがとう。よしよしよし。で、コミュニケーション取ったからさ、ちょっと達成になるやろ。あれ、コミュニケーション取ってんけどな、俺。人と話そうってあったやん。これこれ。なんか基本挨拶から、ほら。ん？全員にか。全員に。ってことは、もう一人あの、鳥か。鳥さっき俺虫網で叩いたからな。その時話しかけときゃよかったんか。あ、ちょっとデカめ。反応は？なしやな。ちょっとデカいっすね。タイクオリティの。タイが釣れるんちゃうかな。反応は？あった！よし、集中します。おっと、いきなり来たー！おっと、ヒラメです。ん、ヒラメですね。うん、色が違う。ヒラメの色や。あ、しょぼいついた。壊れた。もうしょぼいな、君ってやつは。あ、連絡入ったな。これじゃないな、こっちやな。 DIY レシピに連絡入った。あれ、今なんかピンピンってなっててんけどな。新しく行ったよってことか。ちょっと持ち物がな、きついのな。持ち物の数がさ、きついよね。とりあえず、あ、あ、鳥さん、ふみ太郎。うん、はいはい、なんかくれんねや。お、帽子や、かぶったろ。うん、探検帽。はいはいはい、帽子くれた。かぶってみるわ。探検帽身につける。おお、かわいらしいやんか。へえ。あとあれか、一回この辺とか覚えて、持ち物減らしがんもあかんもんな。はいはい。で、これで入っていくと。ちょっと進んできたね、ストーリーが。いや、でもこれ結構相当時間かかるぞ。はい、 DIY ショップで、釣り竿を作りましょう。いや、もしくはなんか新しいの作った方がいいかもしれんな。何作ろうかな。じょうろ。あー、しょぼいじょうろ。まあ、とりあえず釣り竿を作っとこうかな。うん。はい。オッケー、終わりにして。で、一回、全売りでいいと思う。全部売らせてもらおうか。買い取ってくださいと。
はい、さっきのあのバックパック、あ、ヒラメかい、ヒラメはあかん、間違えた間違えた、うん、間違えました。ヒラメはこっちに預けなあかんのやったっけ。あ、違う、ん、ヒラメなんかいける、これ生き物見つけたよっていける、いけへんや、生き物見つけたらせんでいいんや、あ、生き物見つけたらせんでいいんや、買い取ってと。じゃあヒラメ撃っちゃっても大丈夫かな、ヒラメ撃っちゃおう、多分大丈夫だと思うんで。雑草モンシロチョウとかね、これちょっとバッグを軽くするわ。オッケー、どうぞ、ありがとうございました。で、これで一応チェックしたいことがあって、ちゃんとその図鑑に載ってるかどうかやな、生き物図鑑にヒラメが載ってるかどうかや。こっちか、右行ったらあんのか、あ、乗ってる乗ってる、じゃあ大丈夫や、 OK 行きましょう。こっから何するか、でもな、虫が同じ虫しかおらへんのな、長女しかいませんからね。どこ行ったろうかな、あ、でも住人に話しかけたからさ、一つクリアしたんじゃない、これ。ほら、マイルゲットや。何ポイント ?300 マイル、そうそう、マイルね、取っていかなあかんから。で、虫の数、レシピ。あー、これが、道具作り。道具作ればいいんか。了解。であれば、木集めようか。喋りすぎて酸欠になってきたから、ちょっとエコロジーでいきますけど。木集めますわ。オッケーオッケーオッケー。あ、モンキチョいっぱいおんな。お金。あ、ベル、ダイフが落ちてくるのありがたいな。とりあえず、枝をね、10本取れば、あの、1個クリアできるんで、マイルが。10本取ってしまえば、釣り竿2本作ればいいからさ。よしよしよし。で、お魚一応ね、ケアしていきましょうか。今9本やね、木の枝。あと1本つ、あと1本取ればなんとかなるし、魚も結構順調に釣れてるはずやから。さあ、おいで。これ川の流れでね、流し込みです。反応あるやろ、餌に対して。うん、反応があった。目つぶっとくわ。来た、オッケー、音でね、目つぶって釣った方が釣れる。さあ、船を釣っていく。まあまあいいでしょ。同じしか基本釣れへんもんな、なんか知らんけど。とことこと。お、なんかプレゼント浮いてるくない？ほら、プレゼントの影が見える。え、でもパチンコないよ俺。今ほら、プレゼントの影が浮いてるけど。あ、なんかダイレクトプレゼントや。どうすんの、虫網か。ジャンプ、え、ジャンプできへん、どうしよう。ダイレクト流れ着き、あかんのか、パチンコないからあかんねや、これ多分。無理や。できる限りのことはやってみましょう。よいしょ、よいしょ、あかんか。これ取れへんやつやんな。パチンコやんな、絶対。うわぁ。影で気づいたっていう天才的なプレイングやったのにな。あれ認められないですね。悔しいな、今の。なぁ、あの海の影で気づいたからね、俺。なかなかのセンスやな。で、まあまあ、またパチンコを作っとかなあかんってことや。上空、あれやから。倒されんから。ん？来た。あ、もうちょい下か。よいしょ。いいよ。目つぶっとこ。間違えた、目つぶったのになんで間違えんねん。あかん。このゲームほんま、釣り難しい。苦手やなぁ。あ、クリオネくんや。よいしょ。なぁ、なんか投げづらいよな。反応当てくれ。餌に対して反応しろ。うわ。もうちょい奥やな。こう。反応は？来た。目つぶとこ。オッケー。
お、クリアナ君。よし。で、なんかこう、なんか吹いてたよね、これ。ほら、なんか水吹いてる。でも何もつかめられへんか。たぬきマイレージ。マイルゲット。お、いけたいけた。ありがとうございます。300マイル。で、あれやな、木作らな、あの、釣り竿も一個作ればいいから、アゲハチョも取っておくか。あのプレゼントめっちゃいいよな。欲しいのに。気になっちゃうな。取れないですからね。さあ、どこ行こう。あ、これさっき来たとこか。狭いな、まだ。なんかね、向こう岸渡れるもんな、このゲーム。橋とか作れるらしいからな。そこまでまだ進化してないっていうのは痛いよね。とりあえず閉まって、で、キーを一つ拾いましょう。ラスト一個。ラストシーケンスを。探しに行きます。お、家具落ちてきたな。で、あかんな、キーがもう一個だけ欲しいんですけどね。うわ、プレゼントあんねんけどな、これもう取りた。あかんな。あかんな。よっしゃ、行こうか。だからこれで DIY ワークショップで、釣り竿を2つ作れば、マイルポイントゲットできるんで。ありがとうございます。DIY ワークショップですね。DIY ワークショップ。まあ、ジョウロとかも作った方がいいんですかね。柔らかい木材いけと。はいはいはい。まあ、とりあえず、釣り竿ね、すぐ壊れちゃうんで、作っておきますわ。うん。まあ、でも一本でいいか。どうせスコップ、どうせあれやもんな。どうせあの、斧で叩かなあかんから、マイル、取るには。斧で叩く数も含まれるから、そう。むしろ、斧を作るべきや、もう一個。斧って多分すぐ壊れると思うから。多分あの、しょぼこい斧やったから俺が持ってんの。多分、斧作ろう。うん。DIY して、斧、これですね。あ、石忘れてた。もうダイレクトで売ってくれんじゃん。買います。買い取ってじゃないけど。まあ、全然買い取ってもらってもいいから、この際。クリオネと、雑草と、船。これなんな？花は？へぇー。お、いいやんか。売っちゃってからの、売っちゃってからの商品見せてですね。商品見せて。はい。お、バックスティッシュ。コフォー。斧。あ、斧800円か。割と、いいね、しますね。あ、パチンコ！うわー、パチンコ売ってたんか。やられちまったぜ。パチンコ。しょぼい斧買っちゃおう。うん。オッケー、行こう。あー、パチンコ売ってたんか。これは俺の、あれやな、プレイングミスやな。どう思いでプレイングミスとかおかしいけどな。でもプレイングミスっすよね。パチンコ持ってたらさ、さっきのやつ取れたわけでしょ。青い風船のやつ。で、俺がやるべきこと、ちょっと斧で叩こうか。な。しょぼい斧で、なんか叩けばいいから。なんか落ちるんすよな、これ。ほら。柔らかい木材。これで、あの、作ったりせなあかんからさ。そう、ほんで、叩く回数とかやから。多分3回とか叩いたら木が切れちゃうからね。木切れへんように、2回ずつぐらいでいいと思う。一応3回やってみる。3回叩いたらどうなるか、みたい。あ、3回叩いても大丈夫や。4回目。あ、木は切れへんねや。ほんなら、魚釣り行きましょうか。なんかいいのおるし。ほんなら今回ここ釣ったところで終わりにしましょうか。ね。これラスト。釣ったところで。これちょっといいもんちゃうかなと思うんで。反応悪いな。反応悪いんだけど、俺が下手くそなだけやけど。ラインが難しいのな、これ。ライン引きが。一緒にって感じやもんな。並列やもんな。うまいな。魚の立ち回りうまいもんな。どのラインから攻めますか。これどう？いった！来た！ミスんなよ。オッケー。さあ、ビッグバス。ブラックバスだ。オッケー。ということで今回ね、ブラックバス釣りやったところで終わりにしたいと思います。面白かったですね。それではまた次回ね、お楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。